皆さんどうも、ひかりです。最近は忙しかったりする理由の一つがね、こいつなんですよ。うちのアコギ、マラライナって言うんだけど、普通にギターとかね、楽器、名前つけたりするでしょ？3月14日、金曜日。公開ライブデビューをさせていただきました。近くのカフェでね。だから一生懸命練習したり、歌作ったりしてたんで、全く動画作る時間がなくてね。まあね、初ライブだったんで、ああ、うまくいったなと思うけど、たまにはちょっとミスったりしたけど、緊張したし、MC の時とかさ、ものすごく早口になってしまって、日本語でこんな早口できるかなと自分もね、信じられなかったほどの早口だった。基本的にまあ大丈夫だったけど、終わったらな、ポテトがあって、そこにまあなんか、ケチャップじゃなくて、なんか赤いソースかなんかあって食べて、ほんであとはね、ここにね、ちょっと毛が見えると思うけど、ここはもうほんまに血だらけで、あ、やばいと思ってね、友達が見に来てくれた友達が「それソースちゃう？」って言われて、いや、そうとはないけどな、結構もう街っぽくて、ちょっと味わってみたらやっぱ街の味やなって。で帰ったら、わかるんかな、わからないんかな、ここはね、血はあんねん、音源は血だよ、血。私のこの人差し指の血なんですよ。これはね、武器として使って誰も殺しないから。弦変えなあかんねんな、めんどくさ、しゃあない これだけね、気合い入れてやってたんで、それでまあまあ伝わったらしいよ ものすごい応援してもらって、ちょっとまあ期待されて、その期待に応えたかよくわからないけど、まあ、とりあえずみんないいなとか言うてて、あと日本語うますぎとか MC の時はね、今話があるけどちょっと後にしてくれない おっさんって言われました。ほんま言われすぎ、ひかりちゃん大阪のおっさんやないかってみんなに言われてるけど、ああ一緒。エレギはちょっとやっぱり、どうやろうな、どちらかというとアコギの方が好きかな。まあ、エレギもたまに行きたいけどね。で、中古で買って、これはね、たまたま近くの楽器屋さん行ったら、うち置いてないけど確認して、また別の店の工房っていうか修理専門の店なんだけど、そこもギター売ってて、あそこにはたまたま3日前とか、これが入ってたのに、ね、飲んでいって、2万8000円だったかな。ちょっともう高い方やけど、なかなか左利きのギターが置いてないんで。しかもエレアコなんで、またアンプでも使えるし、ギターね、とりあえず 私は好き。あんまりギターとか10年弾いてるくせに全く詳しくないし、楽譜とかも全然 読めないんで、で指もこんな短いから、バレーコードとかどうしよう。ここはね、
できない。で B マイナー、これはメジャーな、じゃあこれはマイ、マイナーやね、マイナーやってすいませんで B メジャーはね、チキシーすいません。これはね、でもほんまに今も一生懸命力入れてるっていうか、そんな急に例えばここからこうやって難しい、こんな指短いし、そんなにね腕ないけどな、やっぱりね音楽活動ある程度続けていきたいなと思って、弾き語りで。あとね、残念ながら動画撮ってなかったんで、今回はちょっと嬉しいけど、今度はね、ちゃんと動画撮ってもらってアップしますので、全部、オリジナル曲で、日本語で歌ってるんで、ぜひ、ね、楽しみにしてください。またねー。